おでマスク外してもいけると思う？めっちゃ軽かったな。なな、どう思う？この顔でさ、今ノーメイクで何もしてないねんけど、なんなら顔学校帰ってきてやつれてるぐらいのあれなんやけど、なマスク外してもいけると思う？ちょっと笑っていこうと思う。合唱コンクールでな、今フルで言うか迷った。合唱コンやからさ、なんか声出すんやったらさ、なんかマスク外した方がいいみたいな感じでさ、みんなで、私はみんなが外すって決めたんやったら破るつもりはないから外そうと思ってるねんけど、なんか他にも外したくない子がいっぱいおったから、私はみんなで外すんやったら外すって言ったら、なんかやっぱり外したいよねみたいな感じだったから、どうかなと思って。どう思います？この髪型じゃないからな、そもそも私ポニーテールで行くから。今日はハーフツインにしました。ハーフアップとか言ってたのに、ハーフアップしようと思ってなんかダサってなってやめた。ハーフアップがダサいんじゃないで、私のやり方がダサかっただけ。ツインテール、外すべき。やっぱりなんかな、思ってん、この動画を多分さ撮影するやん、親がか、なんか CD かなんかで撮ってくれるやん多分。から残るって思ったら、成人したりさ、なんか大人になってから見返した時にさ、やっぱり撮ってた方がさ、なんかいいやん、やっぱり。なんかあーマスクしてたんか、もったいないなーってなりそうな気がしたから、外そうかなって思ってるんやけど、どうしようかな。割と多くて、うちのクラスマスクしたい派が。だから悩んでたんですけど、外そうかなと思いましてね。ちょっと爪がさ、なんか気になるね、ここ。可愛くねえよ。メイクしたらマシやで、メイクしたらマシやけど、可愛くはない。マシってだけ、マスクを外せるっていうだけで可愛くはない。ようわからんねん、この顔で可愛いっていうのが。かさ、可愛いって言うやん、この方はもちろんなんですけど、なんか先輩とかでもさ、可愛いって言うやん。ようわからん。綺麗な顔やなとかもよう言われるけど、あんまり分かれへん、どこがってなる。まあ見る人によっては可愛いんでしょうね、分からん、私には分からない。落ち込んでるんじゃなくてな、爪がな気になるねん、ここ。気になるねんな、これ。めっちゃ気になる。あー今日公演ない？じゃあかぶらない、よかった。今日やってよかった。よかった。ブサイク、ブサイク、全部酔ってた今。ちょっと顔丸いよな。ちょっと試しにポニーテールにしてみようかと思ったけど、 TikTok を撮りたいのでやめます。はい、今日あったことをここに書きましょう。あー、ピンポンピンポンピンポン、ヘイピンポンピンポン、ヘイピンポンピンポン。ここにくっつけたらだからあかねんて。あ、わかった、タイピング練習しよう。ちょっとタイピング早くなったよ。今日はこのタブレットな、何がいいってな、勝手に変換してくれんねんな。爪切りして白いとこない？えぐいやん、痛くない？なかったら。いや、こっちはちょっとありすぎる気する、なんか剥がれんねんな。全然綺麗じゃないから全然見せられへんねんけど。え、痛くない？なんか剥がれていくくない？でも男の人ってそういう人多いよな、なんかし、そういう色素じゃないか、なんかあるん、色素は色か、なんかあるんかな。
クマさんとかもほんまにないねん。もう痛ないんそれってくらい。深爪ってほどでもないねんけど、綺麗な丸になってんねんけど、かな、分からん。今日は、なんて書こう、こう今日も学校にしよう。あ、学校学校になっちゃった。来ました。楽しかったです。肩が言うな、やっぱり残し気味に切るよ。痛くない？肩が、あかん、喋りながら打たれへん。6時間授業で、なんか放課後にな、放課後に緊急集会がありました。緊急集会がありました。なんかタバコを吸ってたんかな、分からんけど、誰が吸ったんか分からんけど、ゴミが落ちてたみたいで、なんかお怒りでしたね。そらそうやんな、通報が悪い。ほんまに誰って感じなんやけど。ご飯炊けたね。なんでそうなるんやろな。だってさ、普通に成人してから吸えばいいやん。で、私は吸おうとも思えへんし、なんでなんやろな。誰かに勧められてとかやったらさ、まあ、一回やってみたらハマってしまったやったらまだあるかもしれへんけどさ、なんかただ吸いたい、初めての時に吸いたいから吸うってさ、なかなか、なんでって思う。だって肺に悪いんやろ、でましてや未成年なんやろ、なんでってなるよな。あ、スーパーで夫婦でお買い物中、かわいすぎやろ、なんて微笑ましいな。なんでなん、かっこいいの住んでたら、なんで、ただ肺に悪いだけじゃないん。それさ、一時期のさ快楽はあると思うで、けどそれをまだ覚えてない、初めての時にさやろうと思うっていうな。でももうさ続けててあれやったら分かるよ。初めてはまだ良さを知らない状態から始めるのがよく分からない。悪いからかっこいいっていう。大人になってからでいいやんけ、あと数年の違いやで。もうあと数年待てばいいやで。大人が住むにはもういいよ、別に知らんな、何も関係ないし。ダサいよ、気づいた方がいいよ。いや、子供でカッコつけて吸ってるのがダサいね。大人が吸ってるのが別にダサいとかじゃなくて。やだよね、早く気づいた方がいいのにね。まあ、もう始めてしまった人はさしょうがないと思うね。チョコレートも一緒やん。あの何、ドーパミンが分泌されるから
すごいなんか幸せホルモンが一時的に増えるね多分からなんかもっと食べたいもっと食べたいなんだけど、それを初めて食べる時までは知らんやん、から中毒になることはないけど一回食べてしまったらさそうなるやん、から2回目3回目ってなるのは大人では分かるねん、子供やから私はおかしいって言ってる、大人は別にいいで吸ってもらったらいいんやけど。で緊急集会がありました。なんかなちょな単語で喋る先生やって、その人1年の先生なんやけど、まあ、私のお姉ちゃんの知り合いなんやけどから知ってる人なんやけど、昔からめっちゃ単語で喋んねん、そう何々と思った何々と思った俺は何々みたいな、そんな単語で区切られたら落ち着いて聞けないんですけどってめっちゃおもろかったそう吸わないに越したことはないから、なんでわざわざ子供で吸うのって思う、分からないよ、まあ別に関係ないからいいけどな、私は吸わないでそれでいいんやけど、今日はいつも通り6時間授業で放課後に緊急集会がありました。6時間目のいつもより終わりましたの多いか、ちょっとめんどくさいからやめよう。今日は楽しかった、久しぶりに放課後残ったね、久しぶりにクマさんと喋ったし普通の会話をした、先生とても悲しいですみたいな言い方する先生とはおもろ、なんかな単語で区切ってしかもマイク使わんと大声で叫ぶタイプやねん、パワー系みたいな脳筋タイプなんやけど、あそう落ち着いて聞かれなかった、その後にいつも2年生の学年主任の先生が喋るねんけど、その人はマイクで割と落ち着いたトーンで喋るねんから、余計にそのなんか温度差がすごくて、その先生はめっちゃ落ち着いて聞けるねん、単語じゃないしちゃんと文章になってるし、春休みやな、どうするペンギンおらんくなるかもしれへんで、なんかもうさあのうちの学校ななんか一クラス減るねんから、先生が2人いなくなるんやって、対比で言ったらな、あの何クラスの教室で何の学年は何人の先生が必要っていうのがあるねんけど、それで計算したら2人いなんねんって、から2人おらんくなるんかなみたいな話を今日してて、でも先生らも知らんくて、まだ3月の後半に知るんやって、ペンギンがまだ俺もわからんみたいな感じやって、ほんまにやめたし、ほんまにいかんといてほしい、ほんまに無理やで、ほんまに、いやいや、ほんまに無理やで、だってペンギンなんかどっか行ってもさ無理やん、もう会われへんやん、どうせ帰ってきてくれへんやろ、15分経過したわ、春休み前には先生らみんな知ってるよ、はあどうする、
学校の先生ってさ、卒業したら連絡先とか交換したりすんの？どんな感じなんですか？とりあえずランキングも13位、バルシーさんありがとうございます。12位カズさんありがとうございます。11位ゆめゆめさんありがとうございます。10位まちかねふくきたるさんありがとうございます。9位オレオーズさんありがとうございます。8位シンアットマークノエルさんありがとうございます。7位なるにさんありがとうございます。6位たかしさんありがとうございます。5位まきこさんありがとうございます。4位小さな恋のメロディーさんありがとうございます。3位せいくんさんありがとうございます。2位伊達ちゃんさんありがとうございます。1位むーちょさんありがとうございます。よし、左右非対称だね顔が。どうなん連絡先って交換するもんなん？住所はやばい、住所聞いてもいかんやろさすがに。いや、いきなりインターホンしてピンポン黒島です、やばいやろ。そんなお届け物ですのテンションで言うことちゃうって、さすがにそれはない。連絡先とかどうなんやろな。でもな、どうせなペンギンやったらな交換せえへんと思うし、したとしてもっていうかさ、そもそもさ井戸になるって先生ら言ったらあかんからさ、3までおらんやったらさ、もう確実にさ聞かれへんしさ連絡先で、もし聞けたとしてもさあれやん、結局さ返してくれへんくなりそうじゃない？ペンギンやったら成人式も来おへんし、そもそも大阪におるんかなって感じだし、純関西人やけどな、一回も出てないです。いやな、高校生やけど。ああそうなんや、黒島は違いますよさすがに年齢がな、別一周はするからな。住所知らんし、住所はさすがに聞かんって、それは怖いわもはや。嫌やな、ほんまに嫌やな。同窓会とか来なさそうやもん、だから嫌やねん。クマさんとかリス先生とかやったら来てくれると思う、呼んだら来てって言ったら。けどもうほんまにペンギンは絶対言わんと思う、ほんまに無理、ほんまにどこにも行ってほしくない。どうする、こんだけ2年間ペンギンペンギン言い続けてさ、いきなりペンギン消失したら跡形もなく消えるんやで。私の今読んでる本みたいわ、今私が読んでる本ではあれやねん、本書いてる人が作家さんの話なんやけど、もう一発目にいなくなるねんいなくなって、でなんかすぐにいなくなって、その死後にほんまはもうすぐ最終巻を出すつもりやったよ、けど出す前に亡くなってしまったから、その書いた人がいなくなった後の世界でなんかどう聞くのかみたいな、どうするのかみたいなとこで前止まってんだけど、手紙送ってここに連絡ください。送ってくるわけがないやろペンギンが。一緒に転校するか、いやいや、さすがに3年目いややわなあ。じゃあペンギンのおかげじゃないからな、別にそんなペンギン一人のわけにどっか行くわけじゃないけど、どこにも行ってほしくないよねって。ミステリーなんかな、わからん、まだ読んでない。講演会握手会来てって言うわ、じゃあ。
もういいよ、とりあえず今日楽しかったんやから。終わりますね。まあ乗車必須、全部終わるよ、いつか。全て終わる。栄えていたものもいつか衰えるから。私の今の記憶だって、あと何十年かしたら全て消えてるんやから。大丈夫、1年間ペンギンがおらんかったって別にいつか忘れるから。大丈夫大丈夫。さよなら。バイバイ。